じけにかかる三つの赤い橋は、一つ目が過去で、二つ目が今、三つ目の橋で君が転びそうになったとき、初めて君の手に触れた僕の指、手を合わせた後で君はみくじを引いて、大吉が出るまでともう一度引き直したね。上り詰めたらあとは下るしかないと、下るしかないと気づかなかった。天神様の細道、裏庭を抜けてお石の茶屋へ追って、君が一つ僕が半分、うめがえ餅を食べた。来年も二人で来れるといいのにねと、僕の声に君は答えられなかった。時間という木の思い出という落ち葉を拾い集めるのに夢中だったね。